一辺倒じゃなく、あと2イニング抑えれば俺たちの勝ちだ。真田はクリーンアップを3人で片付けたぞ。ナイスボール沢村、けど調子には乗るなよ。くっそ、これ以上増やしたくなかったのに。ここですね、この回をどうしのぐか。外から見てるだけじゃわからない現場の空気ってやつはありますからね。プレーを見て俺が決める。こいつらにもそう言ってある。おお、キャッチャー構えた。ここも勝負か。もう点はやらん、ヒットも打たせん。沢村もよくわかっているはずだ。紅白戦ではこの打席はじっくり見てもいいんじゃねえか。あの球で来い。初見で捉えるか。コースが甘かったらヤバかったな。高めに行けばただの甘い球、ましてや相手は強打の薬師打線。バッターの打ち気をそらすかのように完全にスイングを崩しましたね。あいつらバッテリーには迷いがねえ。最高のピッチングってのは投手と捕手が一体になって作り上げる作品だ。ストライク！バッター！沢村こら！ナイスボールだこら！ツーアウトだこれ！マウンドの沢村、強打者轟を見事三振に打ち取り、これでツーアウト！激アツかよ、こいつ。あの人ストレートにはめっぽう強いからな。全部チェンジアップでいけんじゃね。3球目ストレート、これは外に外れてボール。8回の攻撃へとつながる会心のピッチング。あとアウト一つで甲子園というところで、俺の与えたデッドボールから同点。僕がこのチームのエースになる。知らねえよ、甲子園に何があるか。笑わせんじゃねえ。俺は今この場所に立っている。この空気悪くねえぞ、甲子園。出た！お、動いた。人生やり直せるぞ少年。沢村、フォアボールは忘れてやれ。バッター集中で行こう。スリーアウトチェンジ、ナイスチーター。昨年までレギュラーで大活躍していましたが、オフ明け大スランプに陥りスタメンを外されています。チクショー。スイングは悪くない。全ての野球人代表としてここに立ってるんだ。おーしゃしゃしゃ。すげえな、フリア。ん、ほらこれ見てみろ。おお、おコーヒー。なんすか麻生先輩、その大人な感じは。ボール、ボール、ナイスピッチだフリア。いい感じになってきたが油断すんじゃねえぞ。明日の試合を見据えての系統だな。エイジュン君、荷物があっちに。エイジュン君、荷物。なるほど、本当に大活躍でしたよね。出てるよ。こういうのは慣れですから、どんどん受けさせた方がいいですよ。沢村も川上もこの甲子園ではピリッとしませんし。ツーアウトランナー二塁、次のバッターで決めればよし。シュ、7回とパーフェクトピッチング。あと2回どう打ち崩すこの人。残す攻撃はあと1イニング。いけるな。行かせてください。バッター9番、まずは先頭打者しっかり取ろうぜフレア。くっ
そう、やられたな。最後全然捉えられなかったわ。シラに勝ったんですから、大したもんです。頑張ってください。こら、サムラ。その時力を出せなきゃ、チャンスは巡ってこない。ブルペンの土、グラウンドに礼。さらば大阪。お疲れ様。甲子園ではあまりええところなかったからな、気分変えるのも必要やろ。招待試合のお誘いも多くいただいてますし、スケジュールの調整が必要ですね。片岡さんも OB や講演会のお誘いが増えるんじゃないですか。春隊もありますし、チームの方は私が見ておきますよ。お前取材入ってんじゃねえのか。こんなところ走ってていいのかよ。もう一度甲子園に。その思いは強く持っていると思います。全国制覇への道筋。おお。じゃあ明日。はい。そろそろ黙ろうか。いやー、残りの生活も楽しくなりそうじゃん。監督の片岡だ。落合です。コーチの。まずは目で見て肌で感じてくれ。我々が求める野球を。2,3 年生59名に新入生35名を加え、こうこうか。こうシードで3回戦から登場だけど、アイドリングは十分だろう。あ、誰？サムラ？ああ、甲子園でやらかしてた。正確なコントロールに球速のアップ、これら2つはそう簡単に身につくものじゃない。エイジン君、まずは先頭打者だね。全国制覇を掲げるチームにとって重要な強化ポイント。こんな早っ。こいつの球ってこんなに速かったんだ。インコースミス。高めのスリー球で空振り三振。外2球からここでインハイ。やっべ。そしてそのリードに期待以上の球で応えるこの人もまた。いったら沢村。ツーアウト。やらかしたよ。もっと上へ。その先。結局コールドか。圧勝だったな。古谷が野手に専念してもこのスコア。今日の感じを忘れないでいてくれるとこっちも助かるんだけど。ああ、うるせえ。すっげえ、打たせるタイプのピッチャーだと思ってたのにな。夏にも秋にも見られなかった試合は実現するか。スコア以上に稲実の強さが浮かび上がる試合になりましたね。ああ、勢いで押し切れるほど甘い相手じゃなかったな。でけえ顔すんのはベンチに入ってからにしろ。お前らもな。あの轟に全くバッティングをさせませんでしたから。どんな球、どんな配球で。そう、これ、去年は前半に多投していたチェンジアップを後半に使ってる。よっしゃっ。先輩たちすごいね。選抜と違って春の大会でベンチに入れる人数は20人。その2席をあえて空席にしたんだ。それは多分ランニングがダッシュになってる。俺らもあんな時期があったな。あった。今の時期高校野球についてこられるだけの体力作りは必要です。まずは練習で消費したエネルギーをしっかりとお給すること。俺ぐらいになるとこうだね。よりにもよって同じ地区、去年の因縁もあるでしょうし、ベンチ入りできそうな1年、私が選んでおきました。今日はブルペン入るのかな。福岡のスカウトも来ただって本当。やっぱ前園が戻ってこないとな。おお。誰、今詰まってなかったか。春休み中に相当振り込んできたわね。こんな簡単に登場の球を。え、やっぱベンチ枠2つ開けたのって。こいつらポジションどこだ。そうだよな、俺たちだって
去年は先輩たちを押しのけて受けて立つ。お前らの挑戦受けて立つ。1年が沢村に絡まれてんじゃん。うちの部屋の1年が元気なくてよ。敵は己の中にあり。お前らもここから這い上がってやろうぜ。安っぽい励ましなんて求めてないし、俺らは俺らで戦ってるんです。1年だろ、1年だよな。なんて生意気な1年だこの野郎。じゃあ後でな、サラ。あいつそんなこと言ったの？俺も現場で見たかったな。過去に何したの？うるせえ、てめえも相当な黒歴史だぞ。奥村の件は俺が預かる。大会中なんだし、これ以上騒ぎにはするなよ。元プロを監督に迎え入れ、改革の進む公開大姿が空振りを取れるフォークを覚えたことが今の飛躍につながったと僕は考えます。投手陣と星は後で監督室に来い。前の試合も立ち上がり悪かったし、古谷調子崩してんの？明日の先発だが、沢村で行くつもりだ。今はピッチングだけに集中してもらう。チームとして全国制覇を目標に掲げる以上、肩も軽いし指先の感覚も悪くない。ちょっとだけね。相変わらず気持ちいい投げっぷり。やっぱりキャッチボールはしてみたかったな。さあもう一回。フォークとか持ってたっけ、あのピッチャー？なんだよ今のは。今のは効果的でしたね。2番センター東条くん。狙い撃ち。俺は主力部屋、俺は主力部屋、俺は主力部屋。そして5回表、うん、その時当たり前に投げ込めてこそ持ち球と言える。被安打3、四死球2、奪三振7。まだ肩に力が入ってますが悪くないですね。やっぱこいつ甲子園から戻って変わった。試合決めたの1年？国分シニアの4番だろ。春の都大会もいよいよ準決勝と決勝を残すのみ。余計な情報や弱みを見せることもできない。行きましょう沢村先輩。てか何しにここへ。忘れた。わかる。てか自分の投げた試合を振り返るんだ。中に入らないんですか？俺が受けましょうか。あ、そもそもどういう心境の変化だ。狼少年、奥村少年、弾いってんぞ。押せ押せ。まだ中盤、点差は1点。おう、テイク。うう、ようやくストライク入ったか。エースの自覚、探求心、周囲の期待。ボール。どうリードを組み立てるかだな。何やってんだよ。ボール。フォー。青道高校、選手の交代をお知らせします。沢村、いきなり厳しい場面だが。分かってますよ。ここで止めよう。
外して沢村の状態を見るか。テイク！どんな状況だろうとこの場面で自分のピッチングができてるよ。さあ侍先輩、お前に助けられた。すまん。